はい、吉岡さんのコメントが最近ウェブ媒体で流れておりましたけども、岩政監督が守備を構築したということでお話しなさって、攻撃はポポピッチだというような風に私には受け取れました。この発言に対して私はひどく怒っておる次第でございます。本当にあなたはサッカーを知っているのかっていうレベルの話なのかなというふうに思いますけど、FD である以上、フットボールダイレクターである以上、鹿島のサッカーというか、サッカーにも精通してて、鹿島のフットボールに詳しくなければならないのに、本当にその認識で大丈夫かいっていう。最近のサッカーは本当にシームレスなんですよ。ポジション関係なく流動的に動く形を取っているチームがほとんどですよね。サイドバックが偽で中に入ってきたりとか、今度はサイドハーフの動きをしてみたり、サイドハーフが中に絞ってであったりとか、絞ったサイドバックに対しては、サイドハーフが開いてボールを受けたりとか、要は5レーンであったりとか、現代のサッカーって本当に攻守が一体となってゲーゲンプレスであったりとか、早い攻守の切り替えであったりとかっていうのがもう本当に一番良かった時期の鹿島のサッカーでも継承され、に似たような部分もありますけれども、それ以上にこうシームレスなサッカーを、攻守のつながりがないというかって言い方だと変かもしれないですけど、つながってるんですかね、めっちゃくちゃ早いですよね。サッカー見てても90分間あっという間だっていう風に感じるっていうのは、やっぱりこの辺が大きいかなっていうので、どこを取っても手に汗握るようなサッカーが繰り広げられてるっていうところで、やっぱり、シームレスさが現れてると思うんですけど、その辺を本当に理解してるのかな。攻撃はポポビッチに任せて守備は岩政さんができてるっていう風な感じだと困るんじゃないかなと思います。選手もこれで入れ替わるわけですよね。なのにこの発言っていうのは、一般の方に伝えやすいように言ってる可能性もあります、媒体なので。でもそれをここであえて言う必要はなかったかなというふうに私個人としては思います。本当にこの発言に対してちょっと怒りを覚えている次第でございます。さよなら。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。